愛欲の姫はやっていきたいと思います。はい、どうもシアンです。今回は瓦礫の魔女シリーズのもうこの緑の髪型にめ下回ってなかった、目元の赤い化粧オイラン、そうです、ジブンくんですね、がメインとなっております。ストーリーとなっております。で、ジブンくんを呪いさんが助けるっていうのがどういう風に助けるのか見ていきましょうかね。ってことで、この逃げるっていうのがまたね、オシャンティーですね。行きましょうか。逃げる。お、今なんか動いた？え、今見てなかった。見てなかったけどなんか動いた。あ、ジブンくん？早く行かないと。あの人との約束に遅刻してしまう。急いで出口へ向かおう。これ脱出できる？大丈夫？ちょっと怖いんだけど雰囲気が。ああ！かわいい。本当に男の子なの？うん、出口に向かおう。了解。女の子でしょ、これはもう。記録できそう。あ、ここにセーブあんだ。あ、はい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 。シリーズのあれもこんな感じ。あ、こっちは入り口行く必要はない。今までのシリーズ全部こういう感じなんだね。セーブの、なんていうの？アイコンって言えばいいのかな。まあ、行こうか。入る必要はない。入る必要はない。呪いさんと約束してるのかな？え、お、お、びっくりした。え、ホラーじゃん。え、なんか普通に親方じゃん。親方じゃない。普通に。え、お、なになに？え、なんでこんな普通にホラーなの？は、これアノミ？背広の若者。この化け物、どこへ行くつもりだ？いやいやいや、化け物そっち。逃げないと。なになになに？逃げる、まだまだ、どこに逃げればいいの俺。あ、ここに隠れればいいの？で、手紙でかー！突っ込みどころ満載。は、驚いた。あの灯籠の明かりがあれば記録できそう。捕まらないように出口に向かおう。あ、あれから逃げ続ければいいわけね。オッケーオッケー。逃げゲーだ。これ何このでかい手紙は。これは、あの人の。ん？あ。あ、呪いさん。目黄色い。あの、あ？僕？あ、遊んでいきんせんか？お兄さん。え？遊び？何言って。って、あー、そっか、ここ遊郭街か。いやー、ごめんね、客引きさん。僕、そういうの興味ないんだ。じゃあねー。言っちゃった。ま、待って。は？お願い神数。ちょ、俺、お願い神数なのかな？わかんないんだよな、発音の仕方。でないと、今日のご飯が。ご飯？あー、ノルマ的な？達成しないとご飯抜きとか？はい。お客さんを案内しないと、その、いや、でも僕には関係ないし、次の配達があるから行かないと。あ、もうすでにここで郵便会入ってるんだね、呪いさん。やめてよ。そんな目で見んなって。君がどうなろうと知ったこっちゃないの。わかったよ、もう。案内して。うわぁ、お人よし。ありがとうございんす、お兄さん。なんでここからどうなったの？あの後、何度か会って、この手紙をもらって。お、そうなの？手紙は確か全部で4つ。4つ？早くあの人の元へ向かおう。手紙1を拾った。もう早く会いたくてしょうがないんじゃん。タンス。服や道具が雑に入ってる。これは？引き出し。化粧とか、そういう道具入ってる。なんかすごいあれだね。座布団。カビ臭い。なんでそんなちょっと片言な感じなん？ボソボソって喋るね。布団。嫌な匂いがする。あまり考えたくない。臭いの？嫌な匂いがする。これどっちのに、どういう意味のあの匂いなのかな。あんま服は聞かないとくか。ジブン君がそんな汚れてるわけない。俺のジブンが汚れているわけがない件について。先行っていい？行くぞ。ちょっと怖いんだけど。普通に怖いんだけど。あ、ここにも手紙が落ちている。手紙に、あった。手紙。あの人の。ここで遊んでたんだ。お客さんに対してもちょっと失礼じゃない？この部屋ボロすぎ。あの、あー、なに？座りんせんでありんすか？うん、座んない。すぐ帰るし。あ、ちゃあ、そうでありんすか。だから言ったでしょ？僕、こういうの興味ないんだって。まあね。呪いさんは愛する奥さんがいるわけだしな。いたわけって言うべきか、過去に。あと、君も不本意なんでしょ？この仕事。顔に書いてあるよ。顔。君は今日僕というお客さんを店に入れた。それで君ノルマクリア。夕ご飯ゲットだのん。ドン？君だと呼びづら。名前教えて。名前？わっちの名前を知りたいでありんすか？あ、名前。源氏名でもいいからさ。なんて読めばいい？自分？ああ、おとき。
確かユリ親方が言ってたよね、あの瓦礫世界の方で。おときと、おときと、みんなに呼ばれていいんす。あ、ちゃんと自分の、その、字だけ、自分の字だけあれなんだね。ちゃんと、なんか反映されてるって言えばいいの？おときちゃんね、どうぞよろしく。よろしく。お礼に僕の名前を教えてあげよう。ただし、君と同じく源氏なだけね。正しくはあだ名だけど。ノロイって呼ばれてるんだ。気軽にノロイさんって呼んでよ。笹の目ノロなんだよな。俺なんか、しののめノロって言ってた気がするんだよな、前の動画で。さん付けは気軽なんでありんすか？細かいことは気にすんなよな。じゃ、今日はもう帰るよ。楽しいトーク時間をありがとうね。お金は？あの、何？お代はちゃんと払うよ。えらい。また来てくれんせんすか？発音わかんねえ。あ、いいよ。僕、君のこと気に入ったし。今度は時間作って来てあげる。じゃあね。これどんな感じでかっこよくさらっていくんだろう。あの人、わっちの名前を聞いた。わっちに、名前を、関心を持ってくれた。それに、ひどいこともしてこなかったし。ノロイさんか。ノロイさん、また会えるといいな。恋する乙女なんですけど、これ。お、その後、その後、確かに約束した。早く、待ち合わせ場所に遅れる。手紙に2を拾った。鏡、何も映らないくらい濁ってる。てか、さっきの背広、もう出てこないのかな。化粧とかそういう道具が入ってる。これは布団。ちょ。こっちこっち。ゴミ箱。あさりたくない。バッチそうですね。座布団。カビ臭い。本当にバッチな、ここらへん。蜘蛛の巣ついてる。これお店としてどうなん？これ衛生上。こんな感じね。タンス。いろいろ入ってる。端に置いてある赤がお気に入り。ベニって言うべきかな。これは台だ。着物のせいで上がれない。あれら。で、こんなもんかな。じゃあ行こうか、次。怖いな。どのタイミングであの背広、うわ、びっくりした。もう。普通にホラゲじゃん、これ。どのタイミングで背広出てくるんかわからんな。全然出てこないじゃん。あ、なんだ？なんだこれ。カルタ？これは、マッチ？確か、火を灯せる道具。タバコ吸う人が使っていた。タバコは熱くて、痛いから、好きではない。何されてたの一体？絶対根性焼きされてたやつじゃん。自分本当に辛いところで生活してたんだな。おお、びっくりした。ユリ親方？うわぁ。いたんでありんすね、ユリ姉さん。人が休んでる時に何かと思えば。おときじゃないか。どうしたんだい？本当にユリねえ、ユリじゃん。なんか、瓦礫世界の時はすげえ美人な感じだったけど、マジのユリやん、これ。ユリねえはいろいろ知っている。何か助言をくれるかも。聞いてみる？なんでこんなかっこいいの？なんか強そう、ユリねえ。どうしたんだい？出口は？出口、お前さん外にでも行くのかい？はい、急がないと。やめておきな。悪いことは言わないからさ。じゃないとお前、もっとひどい目に遭うよ。私たち商品がこっから逃げたりなんかしたら、だいたい想像つくだろう。ま、行くならせいぜい捕まらないように頑張るんだね。出口は道沿いに進めばあるよ。お面が飾ってあるところは行き止まりだから注意するんだね。ああ、わかりました。自分からしたらみんなこういう感じに見えてるってことなのかな？抽象的な感じにって言えばいいのかな？だから背びりって言った。背広の化け物も別に化け物じゃなくて本当の人間なのかな？手紙は？手紙？あい、あの人からもらった大切なもの。お前さん、字が読めないのに何言ってんだい。あの人ね、お前さんたら、またお得意の空想。いや、なんでもないよ。見つかるといいね。こんなこと言ってるけどな、ユリネーもノロイさんに恋しちゃうからな。そういえば本棚に何か挟まっていたような。注意して探してみたらどうだい？本棚に入ってるの？雑な。ここの窓から見える夕日。とっても綺麗。夕日？何言ってんだい、お前さん。窓から見えるのは向かいの壁だけさ。まったく、お前さんの空想は尽きないね。なんか自分どういうこと？なんか闇を抱えてるっぽいんだけど。とりあえずユリね、こんなとこで出会えると思えなかったわ。予想外の出会い方だった。あ、本棚ってこれか、もしかして。蜘蛛の巣があってりよく見えない。あ！漢字だらけの紙。これ手紙じゃないの？これどうしたらいいの？あ、かわいい。あ、なんだこれ。うわ、びっくりした！え？
終わっちゃった。で待って、なんかおののき自分って書いてあったよね。どうしたら見れるのあれ。もう一回見たいんだけど、正直多分自分の何かなんだよ。やり直しだセーブしてなかったからやり直しだ。自分の何かだよね今の。ちょっと気になるな。どのタイミングであれ見たらいいんだろう。手紙、え、手紙かあれ。てか手紙じゃないよねちょっと待って、手紙だよね。手紙ではないよな。ただの紙だよなあれ。騙されたわまさか命奪われる紙だと思わんかったわ。一応持つだけ持っとくか。あ、なんだこれ。あ、はいはいはい。手紙も多分そのうちあんだろうな。字が読めないからわかる。うわー、びっくりしたな。もう何なのあなた。ないね。え、ないじゃん。ただのあのトラップだけ？情けだな。ないね。じゃあ行こう。やっぱ手紙はあの、うわーだだ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 。いや、難易度の高さよ。唐突に出てきて何さそれ。だいぶ変態だったけど。多分あれお客さんだろうね。うん。お客さんが来て自分のこと狙ってたんだろうね。許せねえわ。変態親父死すべしだ、マジ。あれあれあれ、手紙どこ？あったあったあった。マジ変態親父マジ許さんわ、あいつ。行くぞ。ダッシュとかないもんな。ああ、もう変態変態、もう絶対変態。もうやらしい目で俺のことを見ているだろ、お前。ちょっと待て待て、引っかかってる引っかかってる。危ねえ！セーフ。一回セーブしに行こう。はあ、危ねえ危ねえ。ほんと変態なんだから。んで、手紙らしきものはないな。着物のせ、うわ！また変態来たんですけど！変態ラッシュ！出てこない？ああ、よかった。今はやめておこう。そうだな。変態に襲われるかもしれないからな。お客さん、ちょっと頼みますよ、もう。めちゃくちゃ自分のこと狙ってるお客さん多いんですけど。お面があるところは行き止まりって言ってたよね。で、こっち来たら終わってたってことか、俺。なんかあるよ。何もないか。お面不気味。ちょっと、瓦礫の魔女さん、すげえホラゲーやらせてきますやん。俺、間もないもんね。ちょっと一回セーブして、ああ、もう心臓に悪い。よし、じゃあ戻ろう。セーブして、こっち下の方行ってみようか。あ、なんかあるじゃん。あ、また壊れてる。セーブさせる気なし。なんかいる。あれも捕まっちゃダメなんだよね。あ、やばいんじゃない？やばいんじゃない？え、なにこれ、どうやって負けばいいんだろう、あいつ。目合わしちゃいけないのかな。目合うっていう概念があるのかな、そもそも、こいつに。引くタイミングマジでわからん。かわすだけでいいのかな。あ、ダメそう、ダメそう。ん？わかんない、わかんない。こいつのかわし方が全くわかんない。え？あ、かわせた。あいつガバすぎやろ。え、難易度よ。急に難易度跳ね上がってるし。ちょっと待て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 。ランダム？ランダム？ではねえな。多分固定で動いてんな、あれ。意外とすんなりいけたね。おー、セーブセーブセーブ。はい、手紙落ちてる。一応本棚、見とこうか。おー、またお前か。自分のあれ超見てんだけど、手紙。いいか。もう一回セーブして。はい。3？ 手紙。お、変態がいた部屋。さて、では脱出計画を説明するよ。はい。君を解放してくれと、ここの老主に訴えたけど、一周されたから、今から君を強制的にここから逃がします。相変わらず力技。はい。君は時間になったら待ち合わせ場所に来ればいいんだ。え？それだけ？それだけ。ただ無事に来ればいいよ。無事に？いいかい。ここは遊郭。君にとっては牢獄だけど。そして、君は大事なここの商品だ。このご時世、圧倒的に人手不足だよ。そんな中、簡単に君が逃げられると思う？本当は今すぐにでも連れ去りたいけど、あいにく僕はブラックリストに乗っちゃったみたいでね。めっちゃ警戒されてるから、君だけで出口まで来て。捕まんないで、来れるね、トキ。はい。よし、約束だ。じゃあ、待ってるからね。遅れんなよ、僕が逆に捕まっちゃうかもだから。はい、必ず。遅れないようにします。よろしい。
おお、だから2人だけの脱出計画とかなんかドキドキするものあるじゃん。もうすぐ待ち合わせの時間。出口はすぐそこだ。手紙4拾った。待て待て、4だと ?1、2、4っておかしい。絶対おかしいじゃん、これ。これ戻るべきなんじゃね?ちょっと一回戻ろうか。このない、ここで戻るって結構難易度高えよな。いける、俺なら。あー、ちょっとダメかも。やっぱダメかも。いける。捕まった。地味に捕まった。すんごい地味に捕まったよ。じゃあ、もう一回戻ろう。ちょっとさ、一回自分のあれ手紙、もう一回じっくり見ていい?もう一回死ぬけどちょっと見ていい?総合失調症、妄想幻聴。ああ、本当に妄想幻聴って書いてあったね。実際にじゃあ、妄想してるってことか。うん、ゆりねえの言ってる通り、壁の向こうは月なんかなくて、本当にただの壁、窓の向こうか。窓の向こうは本当に窓なんだろうね。え?窓の向こうは壁だ。何言ってんだ、俺は。難易度高いって、これ。ここにいればいいんじゃない?おー、いけた。これで多分さっき変態がいた部屋戻れると思うんだよね。背広の怪人。怪物か。手に何持ってんの?こいつ手か。あ、やべえか。あ、やばくない。よし。あ、で、これで一回、もう一回セーブして、4が多分こっちの部屋だよね、あるなら。はい、来た。やっぱり調べる?調べようよ。え、もういない?え、多分3があるはずだよ、これ絶対。キャ、虫かと思ったらシミだった。うん、かわいいな、お前。綺麗な柄がたくさん。わっちが来たらツンツルテン。うん、かわいい。自分がすごいかわいい。かわいすぎる、自分。よし。来たったわ。多分この本棚にあんだよな、手紙。面白い形。戸棚。これ逃げゲー始まるのかな?お、隣に何か挟まってる。あ、来た、手紙さん。多分これなきゃバッドエンドだったよね。傷、増えた?いろんな客がいるのはわかるけどさ、毛が増えるようなら上に何か言ったら?ええ、いいでアニース。ええ、でも大事な商品に傷がつくの、上も嫌だと思うんだけど。ノロイさん、ワッチを心配してる?そら君が死んじゃったら夢見悪いでしょ。そうでありんすか。え?何笑ってんの?僕、トキが喜ぶようなこと言った?本当にノロイのこと好きだったんだな、自分。心配ありがとうございんす。でも、ワッチはこれでいいでありんす。そういう乱暴なお客様は、ワッチの担当なんでありんす。へえ、なんで?ワッチが、化け物だから、ね、強奪の能力でね、植物の頑丈さを取ったおかげで、まあ、その、耐えれてるってことなんだろうな、今自分は。化け物?死なないでありんす。人に殴られても、ご飯を食べなくても。だから、みんな、ワッチを化け物と。だから、乱暴されるのは、全部ワッチの仕事。でも、傷の治りが早いわけじゃない。ちゃんと痛いし、苦しい。はぁ、化け物ね。でも死ぬんでしょ?傷の治りも普通だし、ちゃんと痛そうだし。さあ、ワッチは死んだことはありんせんので。死ぬよ、人はみんなね。悟ってる。目の前でな、大事な人を失ってるからな、呪いは。君はさ、死ににくいだけだよ。ただ人よりも頑丈なだけ。ただ、頑丈な。そう、頑丈が能力かと思ったら実は強奪だったっていう展開、ちょっと熱いよね。そう、つまり君も人間。僕たちと同じ。僕たちと同じように嫌なことは嫌って言っていいんだよ。嫌って?本当の気持ち、あるでしょ。本当は、痛いのは嫌。苦しいのも嫌。ワッチは、ここにいたくない。自由になりたい。ほーん、それがトキの本当の気持ちね。ちょうどいいや。今、丈夫で強い子探してたんだよ。君、僕の部下にならない?おー、これが出会いなわけね。嬉しくてしょうがなかったんだろうな、自分。あの人は、ワッチを人だって言ってくれた。外の世界で一緒に働こうって。早くあの人の元へ向かおう。手紙さんを拾った。よし、これでコンプリートだ。字が読めない。本棚、字が読めない。よし、行こうか。なんかな、これ見ちゃった後のあの、瓦礫世界の人形はのさ、自分がさ、呪いのことをさ、思いながら話した時あったじゃん、ゆり姉に。ああ、こんなにもいい、なんだろう、心がこもってたんだなって今すげえ思う。思ってる以上に心こもってた。うん。自分の思いすげえ詰まってたよ。
あの表情がもう忘れられない。あれすげえいいイラストだったもんな。スチールって言うべきか、あのドット A 素敵だったマジで。よし、あれなんかまた手紙落ちてる。なんで、あれこれ拾ったよね、これ手紙、あの人の。あれ見たよねこれ。あ、これ逃げる計画だよね。あ、これ知ってる、見てる見てる。じゃあ飛ばすよ。よし、じゃあ呪いさんに会いに行こうか。これ手紙なかったらどうなってたんだろうね。バッドエンドだったのかな。あ、てかクリア後ってまた図書館、図書室あんのかな。この廃屋に図書室あんのかな。なんか何とも言えないんだけど。病的な彼女の方はさ、まあ図書室はなくてもあの会議室っぽい感じだから。あ、手紙よう拾った。え、あれ持ってないことになってたんだ。なんで、まあいいか。なんかリセット書いたのかな。まあいいか、行こう。これ出口だよね。あ、なんだ、あれ扉に何か挟まってる。呪いさんからの手紙、5通目見つかっちゃった。え、入り口の方で待ってるね。入り口、これって待ち合わせ場所が変わったということ。入り口の方に向かわなきゃ。手紙5を拾った。なんてこと。おお、無理じゃない、無理じゃない、こんな逃げきれんの俺。待って待って待って、怖い怖い、普通に怖い。待って、難易度高いし。あ、怪物、お前、ないっすか？あ、ちょ、ぷ、ぷ、ぷ。で、今言い訳させて。今ね、ひとやんが騒いでると、うちの猫のこげまるが、こう、パソコンデスクに乗ってくるわけよ。今ね、こげまるが、画面の目の前をね、おい、また通過した、また通過した。通過して俺の視界を奪ってくんだよ。よし、行こう。リベンジ、リベンジ。怖かった、今の。今の何だったんてか。うん、怖い、怖い。悪趣味すぎ？なんで急にこの悪趣味になった？がれきの魔女どうした？怖い、普通にホラーだし。いてえ、これ俺クリアできる？なんか難易度跳ね上がってない？じゃあもう一回もう一回、これもうほんと最初で最後。はい、行くよ。こっちか。これ本当に出してない？ないか。のれさんからの手紙。てかあの化け物があそこにいたらさ、逃げらんなくね？なんか今位置悪かったよね、あの背広の化け物。ほらほらほら、そこいたら俺当たるんじゃね？当たんなかった。意外とかわせるんだね。よし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 。あ、意外とそんなに。お、やばいやばい、引っかかってる。待て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 、動揺する動揺する。こちら合ってるよな。なんか手増えてない？あ、違う、変態が増えた。お客さん一人増えてね、あれ後ろにいるよね、お客さん。ちょちょちょ、なんで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 、こんな増えんの。ちょ、お客さん、お客さん、ダメダメダメ、タッチはダメですよ。すごい距離来る。これ呪いさんが皆殺しにするの？え、そうだ、本当の待ち合わせ場所はこっち、急がないと。なんで出口に行ったの？なんかわけがあんのかな。あ、呪いさん、後ろに変態が控えてます。あ、呪いさん、え、空想じゃなかった？おいおい、勝手に僕を空想や、待てない、空想扱いすんな。で、そんなことより、うわぁ、君、いろいろ引き連れてきたね。うん、変態いっぱいいるよ。は、これだから、これ呪い、じゃ、なんて言うのこれ、だから自分、本当は普通の人間なんだけど、自分にはこういう化け物に見えてるってことなんだよな。待て、この化け物。化け物がちょこまかと逃げるんじゃないよ。商品の分際で我々に逆らうのか？帽子の初老って書いてある。うわ、やっべえ、治安悪。お化けがずっと追ってくるんです。あ、ユリネーもユリなったのは自分の病気のせいだったのか。なんで克服したんだろうね、今。克服してるのかわかんないけど。呪いさん、呪いさん、助けて。あ？お化け？はーん。お、君にはこの人たちがお化けに見えるんだね。え？いや、なんでもないよ。そんなことはどうでもいいんだ。ああ、誰にもバレずに逃げようと思ったんだけどな。残念、見つかっちゃったよ。さて、どうするかな。ねえ、見逃してくれませんかね。お、これ終わり知ってるよ。皆殺しなんでしょ。どういう風にするのか見たい。見逃すわけなかろう。お前はうちの商品を盗もうとしているんだ。これは立派な窃盗罪ではないかね。それにそんな化け物連れて、お前に何の得があるんだい。そいつは食事を1週間以上与えなくてもピンピンしてるし、いくら殴っても死なないんだよ。気味悪くって仕方ない。そんな化け物をここまで育てたのは私たちです。商品として我々に恩を返すのは当然の義務でしょう。腐ってやがるこいつら。
ったく、くったらねえな。さっきから化け物だの商品だの。君たちはさ、トキの本名を呼べない呪いにでもかかってんの？ふん、商品の名前なんていちいち覚えてらんないね。さあ、いいからうちの商品を返してもらうよ。あ、こっちに来い化け物。あ、自分、痛い。はあ、めんどくさ。呪いさ。こういう連中は何言ったって無駄だ。トキ、目つむってて。いいよって言うまで、開けちゃダメだよ。おい!たくさんの声が聞こえる。叫び声や怒る声や泣き声、謝る声も聞こえたような気がした。でも、なぜかすごく静かで。はいはい、お待たせ。目開けていいよ。皆殺し。あ、しかも現実に戻ってる。化け物じゃなくなってる。え？さ、邪魔者はいなくなった。行こうか。あなたが、これを？うん、殺した。この短時間で、みんなを呪いさんってそんな強かったんだな。そうだよ。なんだって僕は、化け物だからね。人間ごとき簡単に殺せちゃうんだよ。違う。あなたは化け物じゃない。わっちの名前を聞いた、一人の人間として見てくれた。わっちなんかを助けてくれた。そんなあなたが、化け物なわけがない。わっちのために、みんなを。違うよ。僕は君のその頑丈さが欲しかったから、こいつらを殺したんだ。うわぁ、もう自分が背負わないように。おい、呪いさんめっちゃいい人。助けたわけじゃない。僕は、僕の利益のためだけに動いた。君は何の責任も感じなくていい。君はずっと、僕に黙ってついてくればいい。だから、そんな顔すんな、トキ。呪いさん。こりゃ惚れるわ。あ、そうだ、本名。僕は、笹の目呪だよ。君は？本当の名前、教えて。本当の、名前。その名前を口にしたのは、ずいぶん久しぶりで、反対に、新鮮に感じてしまった。おののき、自分。おののき、自分と言いんす。自分、ね。いい名前じゃん。男みたいだけど、男や。え、あ、ああ、ごめん。女の子に言うことじゃ、その、わっち、男で、アニンス。え、マジか。この微妙な空気。マジか。2回言った。なんか、複雑な気持ちだわ。結局、わからなくもない。彼は、少し苦笑いをして、こちらに近づくと、そっと、まだ震えるわっちの手を取り、黄昏の外へと進んでいった。うわ、もう最高にかっこいいの、呪いさん。おお、もう素敵すぎる、これ。かっこいいよ。惚れるよ。これさ、マジ、もう、瓦礫の魔女と人形、両方やったからこそさ、もうなんだろう。もうすげえ素敵に見えるね。ごめん、語彙力なくてごめんだけど、もうめちゃくちゃよく感じる。もうなんなの、この神作はっていう。もう、うん、素敵。もう素敵の一言。語彙力のない俺を呪う。もうこんな、てか、自分、惚れるよ、こんな。呪いさん、かっこよすぎるよ。てか、呪いさん、どうだったんだろう。やっぱ、最初は下心とかあったりしたのかな。だから、そこも気になるところですね。てか、自分のその幻覚を見るっていうのは、どうなんだろうね。もう治ったのかな、やっぱり。なんだったんだろうね。まあ、環境が、自分をそうさせてしまっただけであって、うん、救われた。あ、廃屋の姫と自由の王子、トゥルーエンド。あ、やっぱ多分手紙取りに行かなかったらダメだったんだろうね。あ、終わった。これお部屋ある？お部屋あるんですか？タケノコの里さん。タケノコじゃねえわ、ごめん。キノコの里だ。図書館あるじゃん。なんで通りちゃん、どういうこと、どういうこと、なんでこんなとこで通りに会えるの俺は今。ようこそ、こちらは廃屋の姫はのおまけ部屋になっております。詳しくは目の前のゴスロリモフクが説明しますので、ぜひ話しかけてみてください。通り？何してるのこんなとこで。え？花？あ、じゃなくてどうも、こちらおまけ部屋です。どうでもいい裏話や設定やヒントなどが見れます。どうぞゆっくりしてください。
ああ、そうだ、あれです。ネタバレ含むってのはトゥルーエンドのネタバレになります。だからトゥルーエンド回収後見ることをお勧めしますよ。あと出口はそこの戸からです。はい、じゃあごゆっくりどうぞ。ここに話ある。はあ、本来ここのポジションは金髪メガネがやるはずなんですけど、金髪メガネ？金髪メガネって誰？小島とどめ。ああ、とどめさんか。金髪メガネ。ああ、もしやあなた瓦礫の魔女はをやったことがない口ですね。となりますと私のこともわかりませんよね。わかる。通りちゃん。拙者のののののの通りと申すでござる。以後お見知りおきを。ああ、金髪メガネやこの二人のことがもっと知りたかったら、ぜひ瓦礫の魔女はをチェックしてみてください。私を含む個性豊かなキャラがいっぱいなんです。退屈はさせないですよ。めっちゃ楽しかったもん。もう大好きだもん、今。帰るな、そこのとこからですよ。あ、もうダメだ。とどめさんのこと聞けなくなっちゃった。聞けばよかった、先に。これなんかある。灯籠だ。焼けてしまうかもしれない。花だもんね。気をつけようか。これは？あ、人形。裏話、ネタバレ含む。預かっています。開きますか？開く。かしこまりました。では再生します。おお、なんだ？この度はゲームを遊んでくださり誠にありがとうございます。作者さん。今回は前作、瓦礫の魔女はで結構出番の多かった二人をピックアップして制作しました。もう最高だった！二人の過去話はずっと書きたいなぁと思っていましたので、今回作れてよかったです。実は様々な箇所で植物をイメージしたデザインがあったのですが、お気づきになりましたでしょうか？ひまわりや、ぶどうであってるこれ読み方。雑草の影などなど。どうして植物なのかは、瓦礫の魔女和を遊んだことがある方にはお察しいただけるのではないかと、自分が得た能力の一部だからなのかな。前作を知らない方も楽しんでいただけるように、内容を大幅カットしたつもりですが、わかりにくくなってしまいましたら、大変申し訳ありません。これは正直、瓦礫の魔女知ってる時に やるべきだよな。以上になります。お耳をご視失礼しました。やっぱね、瓦礫の魔女はをやった後にこれをやるべきだったのかもしれないけど、瓦礫の魔女はと瓦礫世界の人形はをやった後に見た方がなんかより楽しかったと思う、廃屋の姫は。うん。隠しイラスト。お、見る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 。あー、もうすごくいいじゃん、これ。もう自分かわいい。ノロイさんも素敵すぎるんだけど。これ一緒かな？棚。あ、一緒だな。で、こっちの棚は？あ、びっくりした。またお前か。お前、まあ、しつこく来るな。あ、死なんじゃやっと見れるじゃん。おー、よかった。おののぎじぶん様。あ、性別男って書いてある。年齢14歳。4月9日。病名、総合失調症。症状、妄想原始幻聴。突起事故、過度のストレスから妄想上の人物を実在すると思い込んでいる可能性あり。あー、やっぱ俺はストレスなんだよ。だからあれか、ストレスから解放されたことで、もう治ったってことなんだろうな。作者さん。ああ、この度は、廃屋の姫和を遊んでくださり、ありがとう、下待てない。ありがとうございます。制作者の、キノコサワシメジと申します。何もないところですが、ぜひゆっくりしていってください。ああ、了解です。あと手紙は？なんかある？おまけイラスト、見る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 。ああ、笑ってる自分が、もう幸せで何よりだ。すごくいいもん、ほんと。動くお花さん？愛らしい。この時の自分、めちゃくちゃ乙女。あ、遊んでくれて、ありがたいことでありんす。雑談する。マッチットでありんすか？本名、おののぎ自分。正真正銘の男の子。幼い時に拾われ、遊郭で奴隷のように扱われていた。ところを、笹の目のろに救われる。人より死ににくく、頑丈なため、幼少期から化け物扱いされ、自分に価値などないと思い込んでいた。ちょっと恥ずかしいでありんす。かわいすぎる、この人かわいすぎる。世界観。では、これをお見せしんす。また来た。世界観説明、読まなくていい。どうするこれ、シュンヤン読もうか？なんと、ある日、世界はある科学的爆発によって壊滅してしまった！大変だ！これ、サトリちゃんのせいですね。そして、世紀末さながらの世界で生き残った一部の人間は、その科学的爆発の副作用によって、突然変異を起こした、アノミーとかいっぱいいたね。その人間たちは壊滅してしまった世界を復興すべく、今まで人間社会で中心になっていた機関、議会、裁判所、警察署、郵便局などなどを利用することにした。した！しかし、副作用は特異な能力を持つだけではなく、人間や植物などを異形の姿に変え暴走させてしまう効果もあったため、世界は思った以上に荒れてしまい、機関の人間は復興の他にこの者たちの殲滅もしなければならなくなってしまったのだった！だった！これはそんな世界で生きていく人たちのお話である。はい。そういう背景事情があると言わず、あると言わずことなんでありんすが、主、今回はあまり関係ありんせんね。まあ、でも俺は、瓦礫の魔女をちゃんと読破してるから大丈夫。ちゃんと伝わってる。やべえ、花が動いてるわ、受ける。呪いさん、
クリア、お疲れ様、遊んでくれてありがとうね。まさかな、人形の方で出ないとは思わなかったよな、呪いさん。雑談する。え、僕と？本名笹豆のろ、とある郵便配達のお兄さん。超絶ドライな性格で、自分の利益を最優先にする。楽観主義者だが若干優しかったりもする。周囲から白の吸血鬼と呼ばれており、恐れられているが、それはまた別のお話。血をよこせーなんちゃって。まあ、でも呪いさんも人のために動くんだな。最後自分がさ、気負わないようにかばってくれたとこすげえかっこよかった。何も気にしなくていいんだよって。素敵すぎるでしょ。自分もさ、ノロに対してあなたは化け物じゃないってところもすげえもんちーんときた。相談する。相談しなくてもいいか。一応相談しとく。ヒント？トゥルーエンドのでいい？手紙を4通集めればいいんだけど、3通は簡単に見つかったでしょ？わかりやすく置いてあるからね。もう1通は本棚の中。全部の本棚をくまなく探してみてね。途中入れない部屋が出てくると思うけど、根気よく調べれば入れるから要チェックだよ。あ、じゃああそこ一回戻んなくても連チャンで調べたらいけたのかな。どうなんだろう。はい、ということで、廃屋の姫は今回はここまでとさせていただきます。次回もね、瓦礫の世界シリーズのなんだ、キャラクターピックアップストーリーやっていきたいと思います。次回誰かな、ちょっと忘れちゃったんですけどもね。はい、お楽しみに。トモリちゃんのキャラピックアップストーリー多分ないと思うんだよね。あったら、ぜひやりたいね。はい、てかトモリちゃんがどうやって救われたのか見たい。あのね、なんだっけ、サトリちゃんに能力底上げされちゃって姿消しちゃったじゃん。あれどうやって助かったのかとかすげえ知りたいですね。はい、それではシュウヤンでした。次回またやっていきます。それじゃあまたね。